誰にでも必ず訪れるのが死です。寿命がある以上絶対に避けられないと言っても過言ではないでしょう。現代では治らない病気でも未来なら治療方法があるのではと考えた人がたどり着いたのが冷凍保存クライオニクスという方法です。そもそも人を冷凍保存することは可能なのでしょうか。今回は冷凍保存されていると噂されている有名人を見ていきましょう。こんにちは、ペックです。皆さんはそもそも人間を冷凍保存することは可能だと思いますか？結論から言うと答えはイエスです。冷凍保存といえば卵子や精子あたりが有名ですが、実はもう人を丸ごと冷凍保存可能な時代は来ているんです。今回は人を冷凍保存する仕組みや冷凍保存されていると噂されている有名人について見ていきましょう。1. そもそもどうやって冷凍保存をするのか。人間を冷凍保存する際、そもそもどうやってやるの？と疑問に思いますよね。もちろん亡骸をそのまま冷凍庫に放り込んでカチコチにするといった単純なものではありません。確実に冷凍するために様々な処置を行います。現在の冷凍保存の方法は液体窒素を使ったものが一般的です。まず遺体を氷水に入れ十分に冷やします。そして人工呼吸器と血液循環器を使って血液を体全体に行き渡らせます。この時なるべく処置を早く行うことで体へのダメージを最小限に抑えることが可能になるみたいですね。そして身体機能を抑えるための薬を投与しつつ血液を不凍液と入れ替える作業を行うそうです。不凍液とはその名の通り凍結しないように作られた液体を言います。そのまま完全に体液を入れ替えたら遺体を液体窒素に浸しマイナス196度にまで下げて体を固めます。人間の体はマイナス196度で完全に機能が停止し長期間の保存が可能になるみたいですね。そのまま冷凍保存された体は来るべき時が来るまで保管されるというわけですね。2. 冷凍保存されていると噂されている有名人。現在アメリカでは200人以上の体が冷凍保存され復活の時を待っていると言われています。さらに生前に冷凍保存の契約を結んでいる人は1500人もいるそうです。噂ではパリス・ヒルトンも冷凍保存を望んでいるとかいないとか、たくさんの人が冷凍保存に関心を寄せていることがわかりますね。実は冷凍保存されている人の中にはあの有名人もいるんです。知ってる人ばかりで驚くこと間違いなしですよ。 1. テッド・ウィリアムズ。テッド・ウィリアムズはボストン・レッドソックスに所属していた野球選手です。1941年、23歳1ヶ月で打率4割を上回る成績で首位打者となり、本塁打のタイトルも獲得。これは1911年、ジョー・ジャクソンが打率4割を記録した24歳2ヶ月の最年少記録を大幅に塗り替える形となりました。これ以降、メジャーで打率4割を記録した人はおらず、最後の打率4割達成者と言われています。引退後はアメリカ野球に殿堂入りし、1969年から4年間は第3次ワシントンセネタース及び後進のテキサスレンジャーズの監督も務めました。野球界に輝かしい功績を残したテッド・ウィリアムズですが、2002年に83歳で死去。原因は心不全だったとされています。でもその後遺言によって彼からのとんでもない要望が明らかになります。なんと遺言で自分の体を冷凍保存するように書かれていたみたいですね。そのため長男がアルコー延命財団へ冷凍保存を依頼したそうです。テッド・ウィリアムズは未来に復活を遂げるのかと思いきや、長女がテッドの体を仮装し海に巻くことを希望したため裁判に発展。結局頭部のみ冷凍保存を行い、残りは仮装することで決着がついたみたいです。今は頭だけ冷凍保存がされてるみたいですね。保存時に様々なトラブルがあったようですが、未来の復活はあるのでしょうか。 2. ウォルト・ディズニー。ウォルト・ディズニーといえば有名なディズニーランドを作り、ミッキーマウスを生み出した人物ですよね。生前はかなりのヘビースモーカーで、周りから禁煙を勧められてもヘビースモーカーでも長生きした人はいくらでもいると言って聞かないほどのタバコ好きだったと言われています。さらに晩年は酒に溺れ、朝食はドーナツをスコッチウイスキーにつけて食べていたとされています。いろいろ体に悪そうですね。そのせいか肺がんになってしまいますが、それでもタバコをやめることはなかったと言われています。その結果1966年に肺がんによる肺炎で命を落とします。ちょうどディズニー建設中のことで完成を見ることはありませんでした。そんなウォルト・ディズニーの死には信じがたい都市伝説があります。なんと遺体は冷凍保存され、復活の時を待っているというものです。冷凍保存された遺体はアナハイムのディズニーランドにあるカリブの海賊の地下にトランスタイム社の冷凍カプセルを入れて保存されていると噂されています。さらにウォルト・ディズニーが息を引き取った際、
安置所に侵入したある記者が冷凍カプセルを目撃したという情報もあるんです。目撃者がいるとなると信じたくなりますが、残念ながらこちらはデマ情報でした。実はウォルトディズニーの遺体は火葬され、ロサンゼルスのフォレストローン墓地に埋葬されています。ウォルトディズニーが生前人体を冷凍保存するクライオニクス技術に興味を抱いていたため、このような都市伝説が生まれたと考えられます。3マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンはキング・オブ・ポップと称された人気歌手ですね。1982年に販売されたスリラーは全世界で1億枚以上を売り上げ、史上最も売れた CD としてギネスブックにも掲載されました。音楽界で輝かしい功績を収める反面、私生活がセンセーショナルに取り上げられることもあり、少年たちへの虐待などゴシップとスキャンダルにまみれたこともありました。そんなマイケルですが、ロンドン公演を目前に控えた2009年に自宅で倒れ、救命隊員の処置も虚しく息を引き取りました。世界が騒然としたマイケル・ジャクソンの死ですが、実は彼が冷凍保存され復活の時を待っているのではという噂がありました。もしマイケルが復活するようなことがあれば、再び音楽業界に旋風が巻き起こりそうですね。でも調べたところ、マイケルは残念ながらフォレストローンメモリーパークに埋葬されており、冷凍保存はされていません。彼の遺体はエンバーミングされた後、ステージ衣装を着せ、花で飾られた桶に子供たちの写真とともに埋葬されています。墓は一般公開されておらず、近親者のみが訪れることができるようです。マイケル・ジャクソンの冷凍保存は都市伝説でしたが、そもそもなぜこのような噂ができたのでしょうか。これはマイケルの死因がはっきりしなかったため、死後2ヶ月間ほど冷凍保存されていた時期があったみたいです。冷凍保存の噂はここから生まれたのかもしれないですね。4マセリン・ナオバラトポン。マセリン・ナオバラトポンは冷凍保存された人類の中で最年少とされる2歳の少女です。一体彼女はなぜ小さくして冷凍保存されることになったのでしょうか。そこには衝撃の事実がありました。ある日、マセリンちゃんは自力で目を覚ますことができなくなってしまいました。原因は上皮腫という特殊な脳腫瘍です。両親は12回以上の脳外科手術、20回にも及ぶ化学療法や放射線療法など様々な手を試しましたが、2015年に延命措置をすることになってしまいました。そして2015年1月に彼女の両親が自らの手で延命処置を切ると、マセリンちゃんは静かに命を引き取ったと言います。マセリンちゃんは亡くなるまでに脳の 80% 以上を失い、体の一部が麻痺した状態でした。でも家族は諦めきれず、ある方法を取ります。なんとマセリンちゃんの体を冷凍保存してもらおうと、アルコーという冷凍保存施設に依頼したのです。テッド・ウィリアムズも保存されている会社ですね。今マイナス196度で凍ったマセリンちゃんの体は脳と体が別々に保存されていると言います。いつか彼女の命を奪った病気の研究が進んだ時、復活することがあるかもしれませんね。5ハルフィニー。最近何かと話題のビットコインですが、先駆者として関わった人物が冷凍保存されているらしいです。名前はハルフィニー。彼はビットコインに貢献した暗号化研究者で、暗号化ソリューション PGP の立ち上げメンバーとしても有名でしたが、残念ながら2009年に ALS という難病を患っていることを告白、そして2014年に死去しました。彼は亡くなる前、自分の体を冷凍保存で有名なアルコーで冷凍保存してほしいと希望していました。現在は450リットルもの液体窒素で満たされた304センチはあるタンクの中で保管されていると言います。有名人の冷凍保存の話って噂レベルのものも多いですが、フィニーさんの場合、生前から人体冷凍技術の発展に貢献するため、自分の冷凍保存を世間に向かって公表するよう希望していたと言います。フィニーさんの体は ALS の治療方法が確立する未来まで保存されていることが決まっているようです。ということで、今回は冷凍保存されていると噂されていた有名人たち5人を見ていきました。冷凍保存からの復活はカエルや魚など小さなものについては成功例はあるそうですが、まだ人間については成功例がないみたいです。でも生還した動物たちには生前の記憶があることが分かっているため、復活した人間が生前と同じ状態で蘇る可能性が高いかもしれませんね。皆さんは人間の冷凍保存に興味はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。